はい皆さんこんにちは SO3SO3 ですということでね今日もいつものダンロップにやってきました、えーね、皆さんもねマスターズを見てゴルフをしたくなったんではないでしょうか私もその一人ですただ今日はねゴルフのラウンドねちょっと無理なので練習にやってきましたそして今日はですね気づいたところがあるのでそこを 集中的に練習練習習しししててて意識いいいきたいと思いますまずはね60度からですけどもまあ見てわかるかな見てわかるように手首をね柔らかく使うよう気をつけてます。もともと手首が硬い硬いって言われていたのでちょっとね 色々考えた末に気づいたところがあるんですよ気づいた点があるんですよ。そこは何かというと多分この後ねどっかでうんやると思うのでその時にね詳しく説明しますけど普通に手のひらを開いたままだと手首結構ね緩くできるんですよ。ただグリップを握ったり握り拳をした時に手首が硬くなってしまうと。次は 54度かなこれは54度でも、まあ、全番手ですね60度からドライバーまで全部手首は柔らかく柔らかくを意識して今日は練習していますあ今ちょっとくしゃみしましたね今日はね結構あったかいんですけどねでしかも日曜日なんで 練習場人が多いかなとは思ったんですけどみんな寝不足なんかな結構少ないですね少ないですね今日日曜日にしては人が全然いないですそしていつもの日曜日なら30球だけしかね練習しないんですが今日はちょっとねやる気満々なんで65球600円です そして最近手にしたコーク音アプリで無料ドリンクゲットしましたよえちなみにマスターズはねみんな見てるとは思うんですけどもあの近くのゴルフ場スタジオアリスがね今日花屋敷の方で決勝日なんですけど皆さん見てますかね、えー最 先ほど、えー、速報を見たところあここですね手首こう手をね開いたままだと手首結構やわら,らかく使えるんですよただグーをしっかりすると手首やっぱやわらかく使えないんですよねなんでそこのちょうど何かを握っても こう手首を柔らかく使えるぐらいの力加減でグリップを握るそれをね今日気をつけて練習してますうんそうするとなんやろ球も上がるしやっぱちょっとヘッドが走るんかな飛距離も多少伸びたような気がします まあただこれ今日初めて意識して練習しているので実際本番ではねどうなるかちょっとわからないですね今度実際本番でやってみてどんな結果になるか楽しみですそしてドライバーも同じ意識で打っています手首は柔らかく手首を柔らかく結構ねこれを意識することによって 強い球が打てるし若干引っ掛けよりフェード気味のボールが出やすい、まあ、それはかね手首を柔らかく意識しているからかどうかはわからないですけどねでそうあのスタジオアリス先ほど速報を見たところ、えー、小,小岩さくらプロと稲見萌寧プロか がプレイオフ中でしたね、えー、普段ならチケットもらえるんですよ。あのー、知り合いが、あの辺に住んでるのかな土地貸してるのかな、まあ、なんか知らないけど、大体ね、チケットもらえるんですけど、去年は中止でしょで、今年は、えー、っと、無観客か。なんでね、見には行けないんですが、 いや最近やっぱね小岩さくらプロとか稲見萌音プロとか調子いいですよね若い選手がどんどん出てくる出てくるおこれも 5, 段5番ウッドですね5番ウッドもイメージは同じ手首を柔らかく手首を柔らかく うん、まあまあですねでまあマスターズ昨日皆さん見ましたいやー昨日は10時過ぎ11時ぐらいかなに寝て3時に起きて見始めたんですが5時過ぎだったかな雨雷で中断になったじゃないですかそこでね寝ちゃったんですよねいや,ーやっぱ1時間か1時間半 中断あるんじゃないかって言われていたんで、まあ、その間することないじゃないですかなんで、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとあのベッドに入って寝ようかなって思ったら寝落ちしてました起きたらもう終わってましたねまさかあそこから松山プロがね1位に出るなんて ちょっとびっくりですよね。もう見とけばよかった。なんで今日は、今日も最終スタートなんでね、松山プロ。今日もちょっと早めに寝て3時ぐらいに1回起きてからやろうかな、見ようかなと思ってます。またね、寝不足が続きますね。まあ、昨日ね、しっかり途中で寝ちゃったんであれですけど。えっ、ー、と、これは54度かな。 度95ヤードから100ヤード今のなんか結構手首柔らかく使えていたんじゃないでしょうか早くねこれちょっとしっかり手首を柔らかく使うのを練習して本番でね、うん、回ってみたいですね えーと今のは低い球かないや違うな軽く7番でハーフショットで100ヤードぐらいを打つ練習ですねこれうんかタイミング合ってないですねあのハーフショットは結構苦手なんですよね うん、今のは音は聞こえたけど良かったけどどうなんでしょうあのこの編集してるときって画面が小さいんですよあ編集してるときは画面をもっと大きくできるんですけどあのナレーションこのナレーションを動画を見ながらナレーション入れるときって動画がね結構小さいんでボールがはっきり見えないんですよね 目を凝らしてしっかり見ればね、まあ、なんとなくどこに行ったか分かるんですけどちなみにこれは今先ほど練習を終えて車の中で編集してますあのちゃんとした編集をする時は、えー、家に帰ってパソコンでファイナルカットプロで編集するんですが、あのー、最近この s o サン3の方は 携帯でパパッと編集して動画アップしてますちなみにえー、っとルマフュージョンっていうアプリを使ってますねこれで終わりかなあと何球かボーラー残ってるけど動画終わりみたいですそれではまたバーイバイ